ビバナッショナラー。はい、皆さんこんばんは、今日は12月の21日金曜日夜8時になりました。この番組は栃木県那須塩原市にあります疎水スクエアアクアスの中にありますスタジオアクアスより生配信でお届けしております。本日お届けいたしますのは、はい、ついにセンターが生まれて目が腫れてるのでサングラスしてます、ジャパです。泣き晴らした。泣き晴らしてます。はい、そして私チョンタでお届けいたします。今日ガリレオさんはね、明日の、ウクレレコンサートのね、準備でちょっとお休みなんですけども、はい、準備して前夜祭か前夜祭前夜祭きっと頑張ってるんじゃないでしょうが、準備の方をね、はい、はい、というお二人でお届けするわけなんですが、はい、今日も寒いっすね。寒いです、うん、さすが那須塩原ですな。風があるとね、ちょっとねですね、はい、グッと、はい、ではガリレオさんが今日お休みなので、はい、今日は何の日を調べてきました。はい、今日2つあります、はい、まずは遠距離恋愛の日。おっと、痛いらしいですね。ね、でこれがなんで12月21日が恋愛、はい、遠距離恋愛かと言いますと、はい、ここにすごい手作り感満載で1221と書いてみたんですが、はい、要はこの両脇の1が人なんですって、はい、で中の2人が近づいた2人、近づいた2人、うん、要は遠距離恋愛だから離れてる、はいはい、普段離れてるんだけど、はい、こうくっつく日というので、はい、遠距離恋愛同士、遠距離恋愛中の、あ、ちょっと待ってくださいね、うん、違うとこ開いちゃいましたよ、遠距離恋愛中の恋人同士がクリスマス前に会ってお互いの愛を確かめ合う日。これは誰が制定した日なんですかね。いい質問ですね、はい、FM 長野の大岩健一アナウンサーが提唱。だから誰も知らないんですね。てっきりだからね、あの、うん、JR の、 あのコマーシャルが初めて流された日とか、懐かしい感じ、ね、うん、そんなノリだから、ね、山下達郎的なが初めてオンエアされた日とか、そっちだったらね、じゃないみたいな。じゃないみたいですね、うん、この数字がね、こう人がこう近づいた感じっていうのが、はい、まあ一応遠距離恋愛の日ということです。もう一つ、はい、これはね、知ってる人も多いのかも、はい、クロスワードの日。クロスワードの日、また地味な、うん、で、なんで、はい、なんでこの日がクロスワードの日とか言いますと、はい、やっぱりこれで説明できるみたいな、うん、じゃないですね、それじゃないですね、はい、1913年のこの日、はい、ニューヨークワールド紙が、はい、日曜版の娯楽ページにクロスワードパズルを掲載した。で、別にそれよりも前からクロスワードというのは存在してたんですけども、新聞の掲載をまとめた本が、1924年に刊行され、世界中にクロスワードパズルが広まるきっかけとなった日がこの、1913年の12月21日と。この日の掲載で話題になると、うん、やっぱりクロスワードってこう新聞に載ってるイメージ、そうですね、どっちか雑誌とかね、だからそれが本になった日っていう日だそうなんですよ、はいはいはい、クロスワードやります？ジャコさん。いや、最近はやんないですよね。意外とこう電車の中でやってる人いますよね。いますね、うん、数字の羅列みたいな、ね、あと仕事中にやってる人はよくいましたけどね。仕事中はまずいじゃないでしょうか。いや、僕は仕事があるんですよ、まあ、今のキャラバン隊はね、あれですけどね、遠行、うんうん、とかで待つだけの仕事時間があるわけですよ、うんうんうん、そういう時でやったんですよ。へ、会社の社内法とかについてて。社内法についてるの。社内法なんかしょうもない商品名になってつなげると、うんうん、で応募するとなんかもらえる。あ、社内法で応募する先どこなんでしょうね。ね、はがきとか書いてある。総務とか総務広報部に広報部に意見箱みたいなのも言える。そうです。楽しい会社。ホワイトポストみたいなのも言えるんだ。意見箱。あ、結構あるもんなの。あ、そうなんだ。じゃあ、はい、懐かしのクロスワード1個やってみましょうか。はい、クロスワードっていうとね、こういうマスで調べたら2とか2マスとかもあるのね。いろんなパターンがあるのね。これはまあシンプルな3マスでやってみました、はい、じゃあ皆さん考えてくださいね。はい、はい、いきます。まず横の鍵1、はい、1、うん、お金をしまいます。ああ、はいはい、分かった分かった分かった。3文字だったらもう簡単ですよね。簡単ですね、はい、2番、はい、横の2番ね、はい、広い人になりたいものです。ああ、なるほどね、うん、いい、はい、横の鍵4番、
抽選が当たると丸々した気分。ああ、分かった。はい、次、縦3番、親の兄弟の子供。親の兄弟の子供、はい、はいはいはい。5番、これね、私ちょっと難しいかなと思った。1月3日の箱根駅伝。縦の5番、1月3日の箱根駅伝です。はい、まあ、これ他が解けたら解けてくるんでしょうね。そうですね、はい、はい、じゃあ正解は、ビバトークの後ぐらいにしましょうか。そうですね、はい、答え合わせは、はいはい、考えておいてください。はい、はい、はい、分かった、分かったと思ってる人がいますはい、という、まあ、今日は、はい、クロスワードと遠距離恋愛の人。いいですね、これは視聴者引っ張れるんじゃないですか。そうですか、今ガチリチャンネルはそのままではい、はい、ということでした、はい、で今日はですね、はい、このコーナーの後ビバトーク、はい、そしてジャコさんの那須塩原情報、はい、そしてイベント情報で、イベント情報に今日はスペシャルゲスト。そうですね、多分、うん、ゲスト史上最年少ですね。まだ5ヶ月のつるのピカピカの来てますんで。そうなんですよ、はい、生後5ヶ月の方がお越しいただいてます、はい、なぜかは最後までつるつるのピカピカですからね、はい、そのまま饒舌で喋られる、おすごい日本語ペラペラですけど、ね、はいはい、お楽しみに、お楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、では行きましょう、ビバトーク。よっ、はい、大人気のビバトークでございます、はい、さて今日のお題は何だろうな。クリスマス。これなんかイベント情報にまた結びつけようとしてるんじゃない？そうそう。それはない。にっこりしてる、にっこりしてる、にっこりしてるけどね。今ただつけただけと怒られちゃうから。そうそう、怒られちゃうから。そうそう。なんかクリスマスって特別な人ですか？でもね、さっきのお話じゃないけど、やっぱり、ね、山下達郎は頭残っちゃうんですよね。残るね。サイレントナイト。あれさ、あのクリスマスだけじゃなくて、私新幹線通勤じゃないですか。あの夜遅い新幹線、シンデレラエクスプレスね、いるんですよ、意外とね。あギュッてのとか見てます？ホームで。最後までこう手つないでたりとかね。ギュッとか、そう。やだねー。いますね。でやだれちゃうんですよ。最後までこうね、見送って、もうちょっと小走りみたいな感じとかね。もういますね。特にこの季節あれなんですかね、こっちに戻ってくるにしても行くにしても。うん、いると思う、絶対。あ、でも確かにクリスマスあのイメージ強いかな。多分今のその20代の子たちとか10代の子たちっていうのはね、うん、何をイメージするんだろうね。なんだろう。逆に僕らの世代だとやっぱりそのイメージが、うん、あのジャストオンタイムなんだ感じですけど。あとはあの広瀬香美の歌とかね。ああ。スキー場で、そう、スキー場で聴く感じのイメージかな。うん、そうだよね。ゲレンデを溶かす歌ですか。ゲレンデ溶かすほど恋したい感じの。うん、松本のりこアルペンのコマーシャルとかですね、当時ね。プリプリがかかったりとか、まあ、ユイルとか。そう。なんかね、スキー全盛期かもしれないですね、私たち。あ、そっかそっか。そう、今じゃね、雪まじ19なんですってね。19歳無料なんてキャンペーンやってますけどね。ね、でもやっぱりみんなもうスノボ？いや、多いみたいですね、やっぱり。始めた頃は、始まった頃はもうスキーとスノーボードはゲレンデを分けようなんてね、うん、運動っていうか、危ないってことで、ね、よく、うん、あの滑り方が違うじゃないですか、スキーとスノボ、うんうんうん、で今はもう混沌になってますけど、ほとんど別にゲレンデ分けてましたけどね、事故が多くて。そう、そうだった、そうだった、だってほとんどがスキーヤーで、ね、まだスノボの人なんて本当数える程度高かったしね、うん、と思う。でなぜか真ん中で止まるスノボの人っていう、ね、逆にスキーやる人はちょっと気遣って、僕らはスキーなんか行ってスノボが来るとタクシーみたいに出会ったんですよ。突然止まるし、突然曲がるし、変なところで止まってるし。タクシー。お前ら都会のタクシーかよと思っちゃって、好き勝手やりやがってと思って、と思ったもんですね、当時。結構スキーやられるんですか？うん、もう全然ないです。あー、ですよね。やるもんかと思ってます。ゲレンデは行きますけどね。寒いじゃないですか。あー、まあね。バカバカしい。まあ、雪があるんで、まあ、しょうがないかなって感じ。でもね、スキー場好きなんですよ。だからスキー行く人についてって、スキー場まで行って、うん、リフト券も買わずに、リフトに乗らずに食堂で延々ビールと持ち込んだ酒とその食堂のもので、うん、分かる分かる分かる、そういう楽しみ方もある。私それ午前中だけスキーして、午後はそうするタイプですね。もったいねもったいねまあね、スキーっていう楽しみ方じゃない、スキー場の楽しみ方でしょうね。うん、そう、
そういいと思いますよ、うんうん、で、あのていうか午前中でね、もうやめないと、あのだんだんね、足ガクガクしてきちゃったよね。あ、それはね夕方大変なんだよ上から降りてくる時、確かにね、またね、それはもうあれですよ、塩原と塩原のカンターマウントやったら帰り温泉でね、がっつりもうほぐして帰っていただければって話になるわけですよ、これが、ね、うまいこと言うね、まあ、スキーと温泉はセットですからね、もはやね、贅沢なセット、だんだんこう比率が温泉の方に行くって感じですよね。そうですね、年とともに入れ替わってて、早く温泉行こうもういいからなんですね。テーマはクリスマスですからね、スキー場じゃないんですけど、ね、この辺ってクリスマスイルミネーションってやっぱりお、ね、お宅結構ありますよね、うん、あの施設もそうですけど、うん、あのお宅なんかでも、あとはさっき通ってきたけど西那須野の駅前の、はい、噴水があるところか、はいはい、 ね、そこがかなり綺麗に、ね、始まりましたね。なんかでも一時ね、あの震災の電気どうこうって時には自粛ムードになるかと、もう皆さんまたやりましたね、うん、やりましたね、今タイマーとかもついてるから、うん、本当にいい時間だけやってあとは止めちゃうっていう場合もね、なんかもいつしかこれもクリスマスの文化になってきましたよ ね、 ねここ10年はなってないですよね。なんか LED が、まあ、あの安く普及しだしたからだと思うんですけど、あの省電力型のやつとタイマーのやつがね、いいかもしれない。10年、そうですね、10年ぐらいですかね。僕が川崎に住んでる頃にポロポロ川崎 の、 あの高級住宅街でやってるとかやってもらって、なんかいつしかね、そうね、あのミライさんなんか大田原で賞を取ったりとか、はいはいはい、そう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 、なんかもう、あの自治体レベルでもなんか賞を設けることもいいな、当たり前のイベントになってきましたけどね、あれって、家でやります？やらないですね。あのうちもちょっと試みたことがあって、買ってみたんですけど、あれってやっぱり大量にないと、あまり絵的に良くなくて、良くないっていうか、あの物足りない、で結構なお値段するじゃないですか、でそうそう買えないし、でこうつけてみたんですけど、なんか…なんかこう一連こうあるだけで、でしかも犬に噛み切られで追求してると気がつくとあんななっちゃうってことなんですね、やっぱりね、何万球とかね、でしょうね。いやでも、アウトレットが何十万だか、何百万球とかですよね、アウトレットね、あれはクリスマス過ぎてもやんのかしら。あでもそれどうしよう、クリスマスの風物詩、冬の風物詩なのかな、かもしれない、冬なのかな、2月ぐらいまでやるとそうですよね、あのクリスマスだけサンタさんがこうやってるやつがついたりとかしてね、窓のところに、そうかそうか、クリスマス終わったらテーマ変えてまた変えるイルミネーション続けてっていう、でも最初でも僕だからこっちに通いで、年末に帰ってくるとき、シュレンバームめまいしましたけどね、突然出てくるシュレンバームのね、あそこのパン屋さんなんですけど、年中じゃない、いやいやいや、もう年末 の時期、あのイルミネーション始めましたみたいなインフォメーションもありますからね、うん、恒例になってきましたね、あそこもね、いやすごいと思う。そうか、クリスマスでなんか特別なことします？やっぱり子供はまだ小さいんでっていうぐらいのもんで、ただ、まあまあうちの子は卵アレルギーがあってね、ケーキは普通のケーキ食べなかったし、そうだったんだ、そうそうそう、そうそう、なんかもうね、うちではもう何食べるって言ったら高山さんちのご飯とかわけのわかんないこと言うしましたから、そんな子はうちの子じゃありませんって思います。またさ、あのうちも悪いんですけど、店の名前がちょっとね、人違いに高山さんちの子になっちゃいなさいみたいな。いや、きっとあそこの犬の方が犬食ってんだろうなと思いながらね思うわけですよ、やっぱり。そうですかね、いや、それはないんですけどね、だからよく言われるんですよ、いつもいいですね、いいもの食べててって言われるんですけど、あれはお客様に提供するものですから我々は普通にご飯をいただいてますから、ね、ああ、いいんじゃないですけどね、自然に溢れてて、星空も綺麗だし、そうですね、ありがとうございます、自然だけは豊富ですけど、クリスマスありますよ、どうぞ。クリスマスね、いや、特に別にそういう宗教も持ってないので、まあね、1週間後に初詣する人たちですからね。そうですね、僕には憧れはありましたけどね、教会行ってみたいなとかっていうのは、あ、ね、ちゃんとこうミサとか見てみたいな、なんだか眠くなってきたよとかそういうじゃなくて、そういうんじゃ覚えちゃった、そういうんじゃなくてね、分かった、自分が絶対来るなと思ったんで言ったんですけどね、行ってみたいな、そういう寂しい話で終わっちゃいそうな気がするんですけど、号泣の、ね、号泣の中で、ではないんですけど、寝るんじゃないパトラッシュとかっていう話ではなくて、ね、今の分かった人はメールそうなんですよ、うん、特に本当に、あ、でも私前言ったかな、クリスマスっていうと、はい、あの
ドリフを思い出すんですよ。ドリフ、ドリフ、はい、ドリフってクリスマスになると特番やってたじゃないですか。ドリフの大爆笑。そうそうそう。でメンバーがこうサンタさんの格好してみたりとか、はい、クリスマスコントとかやるのが、それを見るのが楽しみだった。あ、もう実家がみんなドリフ、あの大大大好き家族だったので。ドリフ推しなんですね。ドリフ推しなんで。人一緒だ。全てのこうね、あのお笑いはそこからみたいなところがあったので、もうそれが楽しみでしょうかなかった。あ、うん、僕はやっぱね、目指すベーシストはイカリア長介ですかね。おー、あそこまでいかないとね、うん、最後はね。行きますか。ドリフかと、もうクリスマスにライブとかってね、最近多いですけど、うん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 、やっぱり今の若い人じゃライブとか行っちゃうんだ、クリスマスライブ。クリスマスライブ結構ね、サザンだったり、小田和正だったり、みんな、ね、クリスマスから打ってるじゃないですか。あ、でも本当のいわゆる24、25にやるんですか、ああいう人たち。多いですよ、ただもう、いわゆる大箱がもう24、25ってのは取れないんで、武道館だったり、アリーナだったり取れないんで、さすがに野外やる季節じゃないし、ね、まあ、小さいライブハウスレベルではよくやりますよね。クリスマスの、あのクリコンっていう、ね、クリスマスコンサートだったりとか、あの6月9日ロックの日とかね、そういうなんかのはみんなやりますよね。南海キャンディーズの山ちゃんはももクロのライブに行くって言ってたのを3回ぐらい聞きましたけど、クリスマスに。アイドルにハマるとね、楽しいですよ、やっぱそういう時は。あ、そうなんですか。もうなんかもうね、特別感があってクリスマスなんとかスペシャルみたいな。あ、うん、アーティストものは楽しいですよ、クリスマス。あ、まあね、そうですね。スペシャルっていうね、うん、イベントもそうじゃないですか、うんうん、クリスマスの特別になんとかとか、うん、絶対楽しい。確かに何かこう自分の押す何かがあった方がいいかもね。だって楽しいですよ ね、きっとね。その方が楽しいかもしれない。うん、そうそうそう。今年はもう本当に何年ぶりか、自分の誕生日もクリスマスもこっちで過ごせるなんて、多分うちの子供生まれて初めてかもしれない。そうなん、じゃあ息子さん嬉しいですね。もう嬉しいかどうかもよくわかんないんですけど、うん、あ、まあでも久々だと思いますよ。パーティーですね。パーティー、パーティーですよ。こんなの被っちゃったりする。あ、分かりやすい感じのね。クラッカーとかパーンって。クラッカーって。あ、いいね。クリスマスソング歌って。うるさいなって言われちゃってね。うん、クリスマスソングね。クリスマスソング。定番何？クリスマスソング。あ、さっきの山下さん抜きにして。いいですか言って。もろびとこぞりて。わあ。教科書系の歌で来ましたね。ポップス系とかじゃなくて。クリスマスになるといつもそれ弾いてたんですよ。で、母親にそれ以外を弾きなさいって言われて。それはあの思い出じゃなくてトラウマじゃないの？クリスマスの。トラウマ。え、何ですかクリスマスソング？僕はどうだろうなって考え、言いながらもね考えてたんですけど、うん、やっぱり山下達郎以外マライア・キャリーまた。いかにも日本人向けに歌詞を作ってるわけですよ。アメリカあたりだとファミリーで過ごしましょうなのに、恋人と過ごせるクリスマスが最高よねみたいな、お前狙いすぎだろみたいな。日本向けなんですか？いやいや、わかんないですけど、歌詞が明らかに29歳のクリスマスですよ、うん、明らかに、歌詞の内容はアメリカ向けじゃないんですよ、ね、うん、でもわかんないですよ、訳し方なのかもしれないですよ。訳の、うんうん、本当は家族向けに作ってる、亡くなればいいのにとか言ってるかもしれないね。いやそうなんですよ、そう。あとはやっぱワムかな。あ、ラストハウスですね。あ、でも、ね、今年ね、一番弾いてる曲かもしれない。お、弾いてるの？強制的に弾かされることが多くてね。ラストクリスマス、ここ行って月ぐらい。ラストクリスマス弾いてるんですね、あれはちょっとね、あのキュンとする感じはします。多分ね、今年の一曲になりそうです、僕の。お、ラストクリスマス。お、ラストじゃないですね、じゃあ何度も弾いてるんですね。そうそうそう。ラストは来ない気がするね、このままのね、当分ね。はい、はい、というそんなクリスマス、はい、皆さんね、楽しく過ごしていただきたいと思います、クリスマスもね、はい、はい、ということでビバトーク、今日のテーマはクリスマスでした。ビバ、ビバ、ビバ、はい、ではここで曲を1曲聴いていただきたいと思います。高山直俊さんでトリコロールです。どうぞ。Thank you.
ビバビバビバ。はい、はい、ということで高山直俊さんのトリコロールを聞きいただきました。では、はい、先ほどの、オープニングの今日は何の日でクロスワード言いましたが、はい、ここで回答をお知らせしたいと思います、はい、いきます、はい、いきますが、もう見せちゃっていいんですかね。はい、じゃあ読んでますよ。じゃんじゃん、皆さん答えはこちらです。はい、横の鍵1、お金をしまいますは財布。2、広い人になりたいものです心。4番、抽選が当たると得した気分で、縦の鍵親の兄弟の子供いとこ、うん、そして5番、これがねちょっと難しかった、1月3日の箱根駅伝。要はね2日が往路、往路袋の袋、袋だったということでした。袋難しいですね。でもちょっと、ね、クロスワークだからね、横が解ければ解けるんで、うんうんうん、あーってなるのがクロスワークの、うん、きっとね。そう、あ、そう、そうだよね、うん、分かるとこだけやっていけば答えが出るっていうね、うん、それが面白いんですよね、かもしれない、うん、はい、はい、ということでした。皆さんもやってみてはいかがでしょうか。はい、ではジャコさんの那須塩情報をいってみましょう、はい、ということで、うん、もう何でしょう、スキーも、うん、でもう だいぶ定着してきたというか、あのハンターマウンテンも、そうですね、ただもう雪タイヤがないとそろそろ厳しいかなという時期ですので、うん、あの昨日というなんかはもう上の方はマイナス氷点下3度から5度言ってますので、うん、門前のあたりでね、うん、門前でそんなに低い、多分なってます。だってもう関谷でマイナス3度でしたから、あ、そう、昨日とかあのアグリパルの前の温度計あるじゃないですか、うん、マイナス3度とかでしたからね、朝、夜でも朝で、気も帰りも損害でしたね。上の方だと多分マイナス5度とか、もう水流しとかないと怒られちゃうんですよ。本当に。俺さ、去年か一昨年番組でやったんですけど、西那須の駅と千本松で気温違いましたもん、ね。全然違いますよ。あと千、うん、あとそこから関谷がまた違うんですよ。あ番組で測らされたんですけど。ええ、関谷まで行こうか。はい、雪が降ったら。雪が降ったら行きますか。でそんなね、はい、寒い中でもね、アイスクリームは相変わらず美味しくて、うん、ソフトクリームは毎日食べてるわけですけど、さっきも食べてましたよね。まあね、縁起物ですからね、やっぱりね。まあ、ぼんと正月だけとは言わず、日々食べておかないとと思いましてね。今年、来年は僕はもうね、あの乳製品を推していこうかと。うん、チーズも含め、牛乳、アイスクリーム、ソフトクリーム、ジェラート。もう、全国 の乳製品かかってこいと。全国でいいんだ。梨塩原じゃなくて。梨塩原もしますけどね。うん、もちろんその中に一押しは梨塩原なんですけど、うん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 、そのためにやっぱり全国のも、ね、美味しいものを食べてみたいなと思って。確かにね、うん。そうかそうか。そうそうそう。だからね、来年ちょっとあの行ってきますよ。ふるさと祭り東京。それ。1月の、ね、12日からね、うん、東京ドームで9日間あるんですよ。9日間ですよ。そう、9日間東京ドームで35万人来る。そこにもうだから各もうそれこそネプタとか来ちゃうんですよ。丸ごと来ちゃう、丸ごと来ちゃったりする、イベントお祭り広場があったりとかして、全国の自治体来てるわけですよ。はいはいはい、達成もらってるらしいんですよ。お素晴らしい。ってことはキャラバン隊も行く。まあそうですね、はい、お手伝いがしていますね。ちょっとね、これもお楽しみなイベントなので、うん、まだまだあの詳しいことが分かったらまた報告できるかとは思うんですけどね、はい、うん、なのでちょっと牛乳のね、ミルク王国のプライドで、多分ね、あの他の牛乳お得意の皆さん多いんでね、北海道とかも来るので、あちらもソフトクリームと出てくると思うんでね、ぜひこの機会に、あの言いましょう、負けたら僕負けたって言いますから、北海道に食べてみてね。あ、うん、正直に正直に言います、うんうんうん、あんまりでも負ける気してないんですけど、正直だって美味しいもんね、うん、知ってます、あのね、あの牧場、日本で一番大きい牧場って実は栃木県に、うん、そうなの、どこどこ、あの実は JET ファームっていう、JT、 あのタバコの JT、 JET ファン、JET 県王の県王県南の方にあるんですけど、そちらが、牧場としては日本で一番大きい、それは北海道のどの牧場を置いても大きい、1日に牛乳50トン取れてる、その一つの牧場で1500頭ぐらい搾乳毎日で生きてるんです。だからすごい規模ですね。そうそう、栃木県、県としては、2位なんですよ、うん、市としては本州5位、那須塩原市、うんうん、だから、うん、本当に牛乳はちゃんとあの皆さんにご理解いただいた方がいいんじゃないかなと、うん、もう牛イコール北海道のイメージあるわけですよ、うん、もっと近くにあるんだよ、近くで美味しい牛乳飲めるんだよと、ですよね、都会から1時間もすれば牛乳国だよ、うん、で日本人牛乳好きじゃないですか、東京の普通にコンビニ、まあナチュラルローソンですけど、うん、あの那須塩原の牛乳売ってますからね。そうですよね、うんうん、
そうそうそう、今回もだからもう牛乳も何種類も出てくるという話もあるんで、調整中なんで、ええ、利き牛ができるわけとか、利き牛ええ、ちょっとピートが強いなと、檻が出てるなとか言うのはやっぱりいいけどカスクの匂いがなんちゃってね牛乳ソムリエ資格作ってほしいですよね、うんうん、そうそう、そんなのもありますので、うんうん、年内年末年始含めてまた特にグルメの方がね盛んになってくるんですよね、うん、これから温泉はね一年中もちろん、うん、いい季節なんですけども、うん、出向いた方にはもうチャラバンタイが精一杯のおもてなしを、うん、今年はね年末年始ハンターマウンテンで、明日明後日も、明日明後日はね、明日明後日ハンターマウンテンからまたスタートして、来週の連休、明日明後日しあさって連休ハンターマウンテンですからね。うわー、人いっぱい来そうですね。そうですね、クリスマスイブですよ、うん、さっきの話じゃないですけど、スキー場ですよ。いやどんなことになってるのかちょっと見とかないとね、今時のね、おじさんとしてはやっぱりね、うん、今時のクリスマスはどうなってるのかと、どうなってんだと、ちょっと見ときますんで、うん、で、こうね、男の子だけとか女の子だけとかいうグループがいたらね、あいいっすね、マチコン的なことも起きてるんですかね。そうそうそう、ゴーグルをするとみんなかっこよく見えますからね。そうだよね、うん、じゃあ温泉とかでやるとね、温泉コンとかないかな、あ、ゆっぽコンとかやればいいな足湯コン足コン、足だけで相手を選んでみたいな。うーん、それ足マニアだけですね、うん、足フェチか、まあ、嫌いな人はね、嫌いじゃないと思うだろうから ね、まあ、ね、そういうマニアだけ集めてやれば、あ、そうだよね、だってジローさんふくらはぎフェチだもんね。ああそう、あ、まあ、あの男そんな感じするよね。なんだそれ。いいふくらはぎだよねなんていい声で言っちゃうわけでしょ。やたらといい声で。実は好きだって言ってたからね。なるほどね。はい、そんなナッシュバラでした。あれ？え？そんなのいいですか？本当にぜひぜひナッシュバラ。まずはハンターマンテンね。ハンターマンテン好きもあるし、美味しいものもこれから出てきますので。はい、ぜひよろしくお願いします。ビバ。はい、では週末イベント情報のコーナーでございます。はい、年の瀬出すが、はい、いろんなイベントがあるということで、はい、スペシャルゲスト、はいはいはい、生後5ヶ月、生後5ヶ月のね、はい、歩けるかな、大丈夫かな、大丈夫かな、はい、お呼びしたいと思います。自家焙煎コーヒーブラピさんでーす。どうぞ。はい、こんばんは。こんばんは。ブラピ根本です。大丈夫ですか？5ヶ月なんでやっと離乳食かなみたいな。いや、さっきからお腹が空いたとおっしゃっておりましたが、ようこそ。お邪魔します。はい、何かすごくいいイベントがあるというふうに。そうです。はい、実は日曜日、うん、ハーモニーホールで、はい、手作り雑貨のクラフト展、ハンドクラフト展っていうのが、はい、開催されます、はい、主催は高根沢町のフワリーさんって方が主催されるんですけど、私の受付が33番目だったんで40店舗ぐらいかな出てるんですね、すごい、うん、手作り の小物、まあ、女性が喜ぶようなものがものすごい出てますんで、うん、本当に楽しめるなと思います。で前回も、やってるんですけど、たくさんのお客様がお見えになって、楽しまれてたんで、ぜひともね、はい、今度の日曜日、10時半から、15時半までで、実施します。でうちはコーヒー屋さんで出店させていただくことになってます。なんでコーヒーを、はい、ハンドドリップで、はい、何種類ぐらい出すんですか？コーヒーですか？はい、コーヒーは大体3種類か4種類ぐらい持ってこうかなと思って。でもイベントでそんなに種類飲めたら、あったかいが冷たいぐらいしか普通選択肢ないですから、ね、一生懸命焙煎を今日しましたんで。あ、いいな、やっぱりね、ああやってこういろんなものを見て、こうちょっとホッとしたい時にコーヒーってね、飲みたいですもんね、うん、そうですね、うん、ゆっくり見ていただきたいんで、逆にお客さんにちょっと待っててもらってもドリップをしようかなと思ってますので、なるほど、うん、なるほど、注文いただいて、はいどうぞって言ってなくて、そこで会話もしながら、あ、なるほど、ドリップをさせてもらおうかなと思って。豆の販売もするんですか？は、持ってきますんで、はい、100g 500円で、はい、税込み税込み。ワンコイン。飲食の店舗って結構出るの？いや、2、3店舗しかないですよね。じゃあ本当にクラフト
中心に。そうですね、クラフト中心で、うん、もう県内 あちこちから来てますんで、うん、県北だけじゃなくて。違うんですね。あの佐野の方から来てたりと宇都宮の人がいたりとか。もう楽しみですね、それ、大規模なあのクラフト店で、室内ですからね、こんな寒くないですし。こんな今寒くてしょうがない。どこでやるんですか、場所って。ハーモニーホール入るとすぐ右手にショースペースがあって、あのそこ の、ガラスのところ、ね、あそうです。あれあそこもそれこそクリスマスコンサートみたいなね、よくやりますよね。そうですね、やってますよね、大ホールで、はい、で外にはあのクリスマスイルミネーションが今すごいですよね、綺麗ですよね。あれだって職員さんがやってるって聞いてましたよ。そうですね、なんか毎年いろんな思考を凝らしてやってますよね。あ、そうなんでしょうか。ちょっとしたあの今なんてデートスポットじゃないですけど、あの夜通るといろんな人がこう車止めて見てますよね。ブラピさんはやんないんですか、イルミネーション。イルミネーションちょっとね、柄じゃないでもね、お店は可愛らしい感じです。店の中はね、結構いろいろ飾りもしましたけど、クリスマスね。なんか今お店に伺うと特典があるというふうに伺いましたけど、今日から25日までですけど、ちょっとしたお土産というかクリスマスプレゼント、気持ちですけど、渡したいなと思って準備してます。お得ですね、はい。営業時間定休日と、はい、営業時間は朝10時半から夜の19時まで、うん、で日曜祝日がお休みになってますので、23、24は残念ながらちょっとお休みなんで、プレゼントをゲットするのは土曜と25日と、すごいピンポイントになっちゃいました。相当ですね、じゃあね。行列のできるコーヒー店ですね。そうなってくれる嬉しいです。神のコーヒー。神のコーヒーですからね。年内はいつまで営業されるんですか。年内は31日の夕方までやるつもりでいます。年明けは4日から、はい、やはりコーヒーの豆を結構買っていただけるお客様がいらっしゃるんで、やっぱ年内いつまでってずっと聞かれてるもんですから、いつにしようかな、31日までやってって言われて、はいって言っちゃったのが運の尽きで。でもあれですよ、年末年始ってね、甘いものとか食べる機会多いから、うん、クリスマスのケーキもね、大人、子供たちはいいけど、大人はやっぱりコーヒーにあったわけですよね、ケーキとか、特に26日のケーキとかね。もう子供飽きちゃってる。ブラピさんね、豆を売ってらっしゃるから、うん、それやっぱりお正月に開けたいとかね、うん、あるじゃないですか、うん、きっとね。そうですね、うん、今日も大量に買い求めのお客さんいらっしゃって、うん、まあ、これであの年末年始は大丈夫ですね、うん、帰ってかれましたけど、すごいな、そうそう、僕もね、いつもね、来るんだけど、注文したことないんですよ、あったかいものとか、ね、そんなにしか言わないんですよ。そう、僕、そう、あ、でもうちもそうだよね、言わない、うん、特にコーヒーちょうだい、コーヒーちょうだいっていうと、あったかい冷たいしかオーダーしないんで、今日は何と教えてくれ、うん、でこれこんな感じだからこんな感じだよっていうお話を聞きながら飲むのが好きで、うん、まあ、それを聞くのも楽しみでね、お伺いさせていただいて、うん、そうですね、お客さんとね会話しながらコーヒーを決めて、で器も決めて、うんうん、今日はこの人のこのイメージはこの器かなと思って、うん、そうだったんだ、その器をお出しする、もう興味津々でしょ皆さん、うん、ね、益子焼き9割益子焼きでやってますので、あと若干ナス焼きっていうのがあるんですけど、うん、ナス塩原のナス焼きです。ナス焼きって言ったら、居酒屋メニューだと思っちゃうから、焼きナスかと思っちゃう。そうか、ナス焼きとは違う。ね、ノクトコーヒー、うん、まあ、そういうものでお出ししてます。はい、そうですか。ありがとうございます。年内のイベントはそのハーモニーさんので、そうですね、それで、はい、一応終わりです。はい、あとは1月。はい。1月の会何でしょう。はい、1月の第3日曜日の20日、はい、第3回の那須塩原カレーフェストっていうのを行います。はい、と言ってチラシを持ってこなかった私たちみたいな。あ、大丈夫ですね、はい、用意してくれてます。はい、すいません、はい、ありがとうございます。はい、じゃじゃん、はい、毎年1月と6月にカレーの日っていうのがありまして、うん、そこに合わせて日曜日にカレーフェスタをやることに、去年からしました。で、1回、2回と。あ、今年。あ、今年ですね。今年ですよね。そうなの。まだ今年なんですよ。去年生まれてなかったじゃないですか。
あ、そうですね。あのちょっとあの、ね、遠いあの世に行ってたもんですから、4月の29日に。で、前回まではの6店舗だったんですけど、1店舗があの夕張の方に、転居しちゃったんで、今回は5店舗。プラス、特別にですね、今試作いろいろやってます那須塩原の PR メニューとしてミルクカレーっていうのを作ってます。来ましたよ。これがね、大変なんです。色は白くなきゃダメだっていうのがありまして、そりゃそうだ。パウダー系を使うと色が濁っちゃうものですから、香辛料をどう組み合わせるかっていうのがもう非常に苦労しまして、まあ、前回もいろいろ作ってみたり個人的に作ってみたりしてるんですけど、まあ、なんとか形ができ始めたかなっていうところなんで、1月の20日には、那須塩原のミルクカレーが皆さん限定50食、はい、限定50食、この辺がお披露目ってわけじゃないですよ、お披露目です、お披露目です、そうですよ、はい、なので50食ですからお早めに、はい、これはあの5店舗 の, あのそれぞれの、人たちの思いを込めたものをここに作りますので、だからこれ合作です、はい、スタッフはこの前すでに6店舗全部食べました、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、今回はじゃ今回も6食食べて、6食あプラスね、今回はそうですね、今回はですね、あの塩原温泉 の, あの果物屋カフェの、通りの茶屋藤屋さん、はい、とて焼き、出店してもらいます、やっぱりね、辛いものときたら甘いものデザートもね、うん、はい、はいはい、そしてもう1店舗あります、もう1店舗、わがままキッチンラードって言います、はい、ラードのですね、ケイ君が、カレーに合うように、サラダを、サラダ、うん、サラダです、サラダいいチョイスですね、サラダってね、カレー作れって言ったら、僕はバーモントカレー以上のカレーは作れられませんっつって期待されちゃったんで、でもダメよと、なんか作ってっていうことで、サラダこの間あの食べさせてもらいました、試食、美味しかった、美味しかった、美味しかった、うん、カレーにね、ね、2種類ぐらい出るかもしれないですね、なるほど、楽しみですね、これは、カレーの脇と、脇じゃないですよね、サラダって脇と思われちゃうけど実は違うんですよね、メインですね、メインですよね、サラダカレー食べて最後にとて焼き、はい、これはでも防寒完璧にしないと寒いかな、あ、一応ね、室内です、室内、はい、中でやります、はい、ただあの、まあ、そうは言ってもね、うん、あの防寒は多少してきていただいた方が、あの中から温まって、そうですね、内臓から温まって、内臓から、はい、場所の話してなかったですよね、どうですか、はい、ガーデンの、あの那須ガーデンアウトレットから約1キロ山側に走っていくと、うん、右側にあのドライブインレストランみたいなのが見えます、ここ何ってよく言われるんですけど、今は守屋食堂と看板出てます、はい、エコガレージ守屋さん、はい、その、 あの建物の中でやりますんでね、うん、あの中で暖房もしっかり炊きますんで、まあ、若干は寒いかもしれないですけど外で食べるわけじゃないのでね、なんかいいですね、真冬にカレーフェスタってね、いいでしょ、いいでしょ夏と思いきや冬からそうそうそう、そうですね、第1回目は前日雪降っちゃってね、どうなるかと思ったんですけど、まあたくさんの人が、ね、来ていただいて、そうですね、まあ、今回皆さん雪の心配はされてますけど、ね、まあ、まあね、この辺でね、1月に行きったら驚くことじゃないんです、うん、そうですね、皆さんも準備できてると思うんでね、うん、ぜひぜひ、はい、ぜひ来ていただきたいなと思います、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございました、まずブラピさんはね、日曜日、はい、ハーモニーホールに会いに行っていただければと思います、はい、はいはい、ブラピさん今日ありがとうございました、はい、ありがとうございました、じゃあもう一個だけすいません、イベントが言っちゃいました、やはりこの土日ですね、イベントがあります、ちょっと離れた中川町になりますけれども、サンタヒルズというキャンプ場があります、はい、中川町美濃は967という住所になりますが、こちらで、森のアートフェスタウィンターセレクションというイベントがございます、12月の22日土曜日、23日の日曜日午前10時から午後5時までということなんですが、これは、外でやります。はい。キャンプ場なんですよね。キャンプ場なんです。多分ね、ものすごい施設がいろいろ整っているところですので、まあ、もちろん、あの休憩する場所とか食べる場所とかも全部揃ってますので、あのでなおかつ今ちょうどこのサンタヒルズさんでクリスマスマーケットというのを11月3日から行われているんですけど、なので全体はもうクリスマスの雰囲気バッチリと。うん、いうふうになってますので、そんな雰囲気も楽しみつつで、このウィンターセレクションでは、作家さん9組
が出展されますので、なんかクリスマスにちなんだ商品も特別にご用意するということですので、まあ、それもね見に来ていただくのもよろしいかと思います。名前は聞くんですけど行ったことないんですよね。すごいですよ、いろんなカヌーとかやられる方とか、なんか一回一泊ここでしてから海に行くとか、山の海の人がここで一泊してからうちの方のこっちの那須塩原の山に来るとかっていう話を聞くんですよ。あ、そうなんですね。うん、そう、すごく広いね場所で、ただ本当にお散歩するだけでも楽しい感じのところですね。あ、ぜひぜひ、これは見たいですね。はい、で、はい、で、私たち高山さんちはフードブースで参加させていただきます。はい、ははは。で、メニューはしていただきまして、はい、ナス豚スモークバーガーをお出しします。数量限定でございます。これは何時？22、23、2日間、はい、出しますの で、 で高山さん家のほかで、あとね、あったかいスープなんかも考えてますので、うん、はい、で、高山さん家のほかはこのサンタヒルズさんのカフェコモレビカフェ、カフェコモレビですね、がお食事も出すそうなので、名前はよく聞く、うん、はい、はい、という2店舗も出ますので、ご飯も食べつつ、はい、クリスマスのねこう雑貨も見つつというのはよろしいのではないでしょうかです。はい、はい、という週末も楽しく過ごしたいと思いますが、3日間ハートマウンテン、そうそうそう、同日月ですね、ですね、はい、はい、じゃあもういろいろ回ってねいただければ、うん、楽しいかなと思います。そうですね、もう、はい、年でも最後ですからね、ですね、はい、ということで、ちょっとビバ今日は短いですが、はい、こんな感じで終わりにしたいと思います。はい、またね、ぜひ来週もご覧いただきたいと思います。最後は番組タイトルコールでお別れです。ビバ！ビバ！那須塩原！またね。